大島ノ南キャスターは、関西出身の山口気象予報士や小林リエナキャスターのようには、話にオチがつけられないと言っていました。確かに関西の方は話が面白くて、さらにオチまで用意されていると大笑いしてしまいます。今回の動画では、いつもふわふわっと飛び立って落ちることなく、話が終わってしまうと自負する大島キャスターが、 自分のうちに笑ってしまう動画です。それではご覧ください。さあそして先ほどね、話せなかった、あの、一つ、そう、面白いことがあったんだっていう話は、あのー、F1 は4月の後半、もう、月末までないんですよ。次が。 もう一ヶ月くらいお休みに入って、まあ、プチ春休みみたいなのが訪れたんですね。あの F1 シーズン通して夏休みはあるんですけども、春休みはなかったのに、春休みができちゃって、なんということでしょう。突然暇になってしまったんですね。で、レースもなくって、こう見てる側か,からすると、なくって寂しいっていう感じなんですけども、その春休みが寂しすぎたのか、私今日寝てる時に夢で、今日はお昼の12時30分からスプリントレースっていう、 ツイートを発見してえー、スプリントあんのみたいになって、こう、調べて、わ、やったーみたいな、ずっとないと思ってたけど、あるじゃんみたいな、やったー久しぶりって思ってて、夢見ちゃってたんですよ。で、起きたら、当たり前だけど、現実だからないわけ。あ、どういうことと思って、<laughs> あれ、夢かって、そう、なっちゃったんですよ。12時半からスプリントレースとかいう、すっごいなんかリアリティ溢れる、 I'm <laughs> sorry. 夢を見てしまいまして、しかも、あの、すごい自分がそのね、ツイッターを見たりとか、検索してる姿が、ま、すごいリアルだったんですよ。だから、もうなんか夢と現実の境目分かんなくなっちゃってて、<laughs> 普通に、あの、なんかそれが目覚める直前の夢じゃなかったんですよ。普通に夢見てなかったんですね、目覚める直前は。で、普通に目覚めて、支度して、お家出るときに気がついたんですよ。あ、そういえば今日12時半からスプリントレース、えみたいな。でも、ありやす で次30日とかだったよなってなって調べたら当たり前だけどないしあれ夢に見てたんやって <laughs> 気づいたんですけどもいやびっくりしちゃいました夢にまで見ちゃったと思ってねいやこんなに1ヶ月間もまあほぼ1ヶ月間くらいないわけじゃないですかもうちょっとね禁断症状出ちゃってて <laughs> びっくりしました。自分でもびっくりした。あまりにもその夢がリアルすぎたっていうのもなんかすごく混乱する一つの要因で、すごいね。もう。 いやー勘弁してほしいなって思いました。休みすぎや、みんな、と思いながら。<laughs> まあでもね、休んでるわけじゃないですよ、みんな、本当に。みんな、トレーニングしてたり、そういう様子をね、あの、インスタグラムとかで、結構ドライバーの皆さんも発信してたりするので、次のレースに向けてね、みんな準備して頑張ってるなっていう。だから次、また、楽しみにね、したいなと思います。その間ね、野球も楽しめるっていうのが、二刀流ですね。<laughs> <laughs> いや、今気がついただけです <laughs>。今思い浮かんだだけ <laughs>。全然用意してなかったお家なんですけども <laughs>。そう、あの、いいお家がつきました。ところで、お天気見ましょうか <laughs>。<laughs>